はい、ということで今日のお弁当の完成ですよ。全体的に茶色いですが、何が緑ってブロッコリーね。はい、一番下からいきますよ。これはキャメロンのパスタは昨日の残りのミートボールスパゲティでございます。ご飯も大好き。はい、次がフローレンスのね、全体的にまだ茶色いですね。そしてエディソン、これは卵焼きが入っておりません。次に見えますのがリンゴと柿とストロベリー。そしてこのピーナッツバターはリンゴをディップさせるもの。柿はお隣さんから昨日いただきましたよ。はい、ご飯、これは大人用でございますね。チキンカツと卵焼き、はい、これは大人用ね。そしてサルサ、一番初めに作ったやつ、美味しいんだこれが。
達来たよ。ここなんていうんだ、金尾だよね。金尾平のサンドバーに来ました。サンドバー、サンドバーに来ました。カメがいたの。カメがいて、カメがいて、今日3匹って今のところ最初ボートで来る時と、あ、そうだね、ちっちゃいやつと大きいやつ、そう、私とサップ乗ってた時にいたの。あ、そう、近くで見たいと思ってさ、近くで見たいと思ってもうさ行ったんだけどさ、やっぱさ、なんか多分ヨットかなんか、ほらね、やっぱりサップって大きいじゃん、影がすごいじゃん、だからこれのすごいすごいね、うん、めっちゃ幸せになるらしいよ。え、そうなの、カメ見れたら幸せになれる、マジで、やばー。はい、今日来たところがですね、カネオヘにあるサンドバーっていうところなんですけど、この白い部分あるじゃないですか、ここがめちゃくちゃ浅くって子供でも安心して遊べるところになるんですね。なんですけど、この奥の方にあるこの濃い緑の部分あるじゃないですか、ここはいきなり結構深くなるので、お魚とかすごくいるからダイビングするには最適な場所なんだけども、お子さんがいる人は気をつけて行かなきゃいけないエリアなんで、私たちはなるべくこの白い部分の中でも中心のところで遊んでました。罠だよ。この娘すごいじゃん、すごいじゃん、フロリーすごいじゃん。波に押されたのでトムが彼女を浅い方に押し返しております。やめとけ、いってらっしゃい。のちゃん、また行きます。